はい、こん。こんにちは。今回は全てのバイオームや建造物を秒速でぶち抜きます。どういうことかというと、いわゆるファインダーですね。とあるサイトに潜入して、ジャングルがどこにあるかとか一発でわかる方法です。やり方はすごく簡単。チャンクベースというサイトへアクセスします。スマホでもできます。ホーム画面からスタートするので、PC の場合は、グローバルメニューからアプリを選択。スマホはアプリが一番左にあります。アップスね。クリックしたら、いろんなチャンクファインダーが出てくるのですが。今回はこのシードマップから見ていきます。何でも載ってるやつです。1.17 でも更新されました。ちなみにここからも行けます。マウスカーソルのとこ。これもキロンと言いますか。Java 版と統合版、どちらにも対応です。Java 版は最新のバージョンから選んであげて。統合版はベッドロックエディションから選んでください。言語に関しましては、そんなに難しい英語はないと思いますが、お好みでブラウザの翻訳機能をどうぞ。それでは使っていきましょう。探せるファインダーたちのアイコンは、ここにずらーっと並んでフィーチャーされてます。クリックもしくはタップしてあげると、ベローンと出てきますね。翻訳するとこんな感じです。中には逆にわかりにくくなるものもありますが、エンド要塞が拠点になっちゃったとかね。大体は問題なくいけると思います。渓谷なんてものまであるのか。あ、化石もある。というわけでマップを見ていきましょうか。はじめはアイコンが勢揃いしてるのでわちゃわちゃしとります。拡大縮小はマウスホイール、もしくはピンチインアウトででけます。実にいろんなものがありますね。バイオームをふるいにかけたいならフィルターはここから。目的の座標へはここからワープできます。X と Z に座標を入力してあげましょう。で、GO。この赤丸が入力した座標ですね。ほいで拡大していくと、いろいろ映ってますが、大体はチャンクベースを使うときって、何か探したいもの、目的があるはずなので、ではスライムチャンクを見つけたいとしましょうか。いやまあ今回はこの状態でもすごく見やすいので、わざわざフィルタリングしなくていい気もしますが、目的の物に、フォーカスする方法としましては、こうやってアイコンにタッチして、表示にしていけば見やすくなります。初めて今中、君途中、ほら、見やすくなりましたね。ただ、勘のいい方はお気づきでしょうが、スライムチャンクを見つけたい、という目的が最初からある場合、最初から、アプリの、チャンクファインダー群から、スライムチャンクを選べばいい話なのであります。人は失敗する生き物。というわけでスライムチャンクファインダーの使い方を解説します。スライムチャンクの探し方は、Java 版と統合版でちょっと違います。昼間のパパと、おうちのパパは違うように。古すぎる CM 引っ張り出すのやめてもらっていいですか。お仕事中のパパは、男だぜ。それはそうと、Java 版から行きます。Java 版は、調べたいワールドのシード機をガンダムシードに入れてください。統合版の方は、ベッドロックエディションを選んで、選ぶだけでいいです。と言いますのも、統合版は全てのワールドにおいて、スライムチャンクは共通です。つまり、シード機を入力する必要はありません。そのまま見ちゃってください。座標の見方は、from の横から、この場合、X はマイナス16からマイナス1まで、Z は0から15まで、です。続いてはバイオームファインダーの使い方いきます。統合版で見ていきますね。1.14 までしかないけど気にしない。さほど問題はないと思います。ここには 1.16 書いてある。ここ細かいことは気にしないでいきましょう。バイオームで探したいバイオームといえばやっぱり、ダントツでジャングル。ですよねー。竹とか足場ブロック、竹とか欲しいだけなのに、ジャングルはマジで見つからない時は見つからない、ものでありますし。バイオームファインダーでも使わないと、自力で探索してたら半世紀は見つからないような、遠く遠い場所にあったりします。なのでジャングルバイオームだけは、自分で探索しないとつまらない、というプライドをかなぐり捨てて、ファインドしちゃって構わない、と、私は思います。というわけで、バイオームのフィルタリング方法はここですね。ご要望が聞こえた気がしたので翻訳してみた。平原を平野とか言われても逆に困る。それは置いといて、ジャングルありました。まるで六本木ヒルズない言い方。フィルタリングは複数選択できますが、今回はジャングル一本釣りしていきますね。おめでとう。ジャングルは、
密林に進化した。バツ、と、行く、も気になります。ほらほら、ジャングルが見つかりましたよ。アフリカかどこかですか？気のせい。ちゅうわけで、ジャングルの場所を、聞かぬは一時の我慢、知らぬは人生半分損してるってことで、じゃんじゃんファインダーしていきましょう。あと暖かい海も探しがいがありますね。サンゴ礁とか熱帯魚をゲットです。というか、天空トラップタワーで、フグとクリーパーが喧嘩するのが困るんですよね。それではお次は、ネザーへ参りましょう。差し寄りバイオームをファインドしてみてます。なんというか、手応えがない、差し詰めただの現代アートですかこの野郎。差し寄りネザーで探したいものって何でしょうか？カタカナでバスケオン言われても逆にピントコン。こういう時はやっぱり全体的なシードファインダーの出番でしょう。アナザーディメーションからネザーを選択してあげて。何この見やすさわかりやすさ。バイオームとか建造物を同時に表示しても、快適なままですね。ネザーのファインドはシードファインダー一択と言えるかもしれません。まあウィザスケトラップを作るのに最適なロケーションをハンティングしたいとかでもなければね。ニッチすぎる。さてさてこのままエンドも行っちゃいましょう。顕微鏡かな？エンドもすっきりしてますね。すっきりす。それはそうと、これ以下にも便利そうじゃないですか？その心は？だって、ちょっと待って。エンドシップの場所のみならず、エリトラの有無もわかるじゃないですか。それは探索の楽しみを半減させない？それは一理ありますが、そうですね。私のようなズボラな性格な人間の場合、どこのエンドシティに行ったのか、行ってないのか、まるで管理できなくて、マジで恋する5秒前なんですよ。そのまま恋に奈落へ落ちろ。あーここ見てください。ここなんてエンドシティとポータルが共存してますよ。めっちゃ素敵やん。割とどうでもいいです。さてさて、あと他にファインドできるものといえば？例えばこのチェスト。ナンパ船だか沈没船のチェストもありますね。廃坑もあります。グローベリーとかコケブロックとか、バイオーム的にまだ実装されてないアイテムを探すのにも役立ちそうです。あとね。ウィッチこと魔女の小屋の探し方ですよ。統合版は、これの何がいけないかというと、ロケートコマンドでウィッチ小屋探そうとしても、ほぼほぼ砂漠のピラミッドがヒットしてしまうんですよ。Java 版はそれぞれ個別に探せるのに、もう、ヒットしちゃう。あと統合版にも、スラッシュシードって入れたらシード値出てきて、D してクリックしてコントロールプラス C でコピーしてそのまま貼り付けられる機能もください。ついでにロケートバイオームコマンドも。終盤ただの要望やないか。だってなんだもん。ってことはい、というわけで、何でも簡単に探せちゃうチャンクファインダーの使い方でした。この動画が良かったって思った方は、自力探索の楽しみを損ねない程度に。目的の物をファインドしちゃって。ってことそれでは今回はここまで。バイバイ。